藤俊博です。いちごの栽培をしています。浜島町に住んでいます。いちごが昔から大好きで、子供の頃に父と母に連れられていちご狩りとか行った楽しい思い出がありまして、島に引っ越してきて、初めから農業するって決めていましたので、農業するのであれば自分の好きなものを作りたいっていうのがありまして、いちごの栽培を決めました。これちなみに品種は秋姫です。大阪に住んで10年ほどサラリーマンをしていたんですが、結婚しまして妻に、子供ができました。で、仕事もとても忙しく、大阪に住み続けて、子育てをしていく、自信がなくて、子供のためにも少し環境を変えたいなと思いまして、妻の実家のある、この志摩市に引っ越してきました。引っ越してきて10年が経つんですけど、とにかく気候も良くて冬も暖かいし、それに何せ人がすごく優しくて、私みたいなよそから来た人間にも普通に優しく接していただいて、あと農地は借りてるんですけど、農地もすぐに借りることができまして、本当に、人が皆さん優しくて、とても住みよい町だなと思っています。32でこちらに引っ越してきまして、若い間に移住できて、体も、自由に動きますし、いろんなことをすることができます。家族とも貴重な時間を一緒に過ごすことができます。移住で悩んでいる人、都会暮らしに少しでも何ていうか違和感を感じている人がいれば、ぜひ若い間に移住をしようと決めて、ぜひ行動に移していただきたいと思っています。実際移住をしようと決めて少し行動をして始めると、どん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 トントン拍子に進むかなっていうこともあると思いますので、とにかくまず、移住をしようと決めて少しでも行動をしていただきたいなと思っています。